ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然ですが、リアルもの、ケヒメに出会ったことがありますか？なんだ、今回はアニメ解説か？チャンネルの趣旨とは違うが、やれと言うなら全力で行くぜ。あれはスタジオジブリの傑作と名高い。黙れ小僧。私、女なんだが、さっさと本題に入ってくれ。こないだ、公園で見かけたんだけど、ワンちゃんをお散歩させているご家族がいてね。そのワンちゃんがお父さんの腰の高さに頭があるくらいの大きい犬だったのよ。結構でかいな。それで、そのご家族の小さな女の子がふざけて、その犬にまたがろうとして遊んでたんだけど、あれってもし乗りこなせたら、もの、ケヒメまんまよね。そういうことか。大げさな話の導入の割に、ほのぼのした話題で安心したぜ。そのワンちゃんは優しそうなおとなしい犬だったからよかったけど、本気でかかってこられたら、人間なんてひとたまりもないのかもね。そうだな。犬の中には一般飼育が禁止されている犬種もいるくらいだからな。そんなのいるの？見かけたらすぐ逃げるから教えて、マリサ。じゃあ今回は世界で飼育が禁止されている犬種について解説していくぜ。では解説していこう。お願いします。実は日本で法的に飼育が禁止されている犬種はない。いきなり、ちゃぶ台ひっくり返さないでよマリサ、タイトル詐欺とか言われちゃうわよ。落ち着け、霊夢。私は日本でと言っただけで、世界でとは言っていない。悪役みたいな言い回しね。つまり、どういうこと？法的に日本では飼育が禁止されていなくても、世界では禁止されているということだな。それに日本でも犬種によっては、県や市の条例で飼育にあたっての特別制度を設けている場合がある。その対象の犬種を特定犬と言うんだ。特定ゴリラや特定チーターもいるの？質問の偏差値の低さにホッとするぜ、霊夢。ゴリラやチーターなどの動物園でしか見られないような動物たちは特定動物といって、動物愛護管理法によって、愛玩目的の一般飼育が禁止されているんだ。そうなんだ、どういうのが特定犬の対象になるの？人に危害を加える恐れのある犬や、交渉事故を起こした際に重大な事故になる可能性が高い犬などが対象になるんだ。これらは世界で飼育が禁止されている犬種とかなり重なるので、せっかくだからその中から5種紹介するぜ。まず一つ目は土佐犬だぜ。いきなり、日本犬なのね。一般的に土佐犬と呼ばれる犬は正式名称は土佐闘犬で、日本では特定犬に指定されていて、扱いを間違えると危険な犬種だ。イギリスやフランス、ドイツなどの国では、危険犬種としてペット飼育の規制対象に指定されていたり、飼育が可能な場合であっても、口輪の装着など厳重な管理が義務付けられていたりするんだ。結構、厳しい管理が必要なのね。土佐犬は過去50年においても繰り返し死傷事故事件を起こしており、よその飼い犬を死傷した事件の他に人間の幼児や女性、高齢者が死亡した事件もある。実際に事件が起きているとなると徹底した管理も頷けるわ。土佐犬は体高60センチ以上、体重は最大で100キロオーバーもある。体重すごいわね、人間でも結構な体格じゃないと100キロっていかないわよ。頑丈で筋肉質な体と、噛まれても大怪我をしないようにたるんだ皮膚が大きな特徴だ。戦いで顎の力を最大限に使うため頭が幅広く、黒く角張った大きめの鼻、根本が太くしっかりとした尻尾をしている。見るからに強そうよね。あとこういう顔のおじさんって、たまにいるわよね。また、土佐犬の歴史は古く、現在の高知県にあたる土佐藩で、藩士の士気を高めるために行われていた闘犬で活躍していた犬がルーツだと言われている。もともとは四国犬と呼ばれて、狩猟犬として活躍していたが、明治時代にオールドイングリッシュマスティフ、ブルドッグ、ブルテリア、グレートデンと交配したことで大型化して、現在のような姿になっていったんだ。純粋な日本の犬種かと思っていたけど、意外と海外の犬種と交配した結果、あの姿だったのね。海外で番犬や闘犬として活躍するマスティフの特徴を色濃く残すことから、ジャパニーズマスティフとも呼ばれているんだ。マスティフって、確かに土佐犬そっくりだわ。詳しくないと見間違えるわね。二つ目はアメリカンピットブルテリア。いわゆるピットブルだ。いやいや、こいつムキムキすぎるでしょ。アメコミみたいな筋肉してるじゃない。ちなみに2020年にアメリカでは犬を原因とする死亡事故が46件発生しており、死亡事故原因の 72%、33件がピットブルだった。めちゃくちゃ怖いやつじゃないのよ。飼い犬が起こした事故の原因は、飼い主の管理に問題があったことがほとんどだから、犬を責めるのはかわいそうだぜ。ピットブルも日本で特定犬に指定されていて、海外では、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、デンマーク、フランス、ドイツ、ノルウェー、他の計15カ国では、法的規制が存在し、輸入と所有が禁止されたり、制限されている。土佐犬より禁止国が多いわね。欧米の犬種だからかしら。ピットブルは体高50センチ前後、体重は最大で27キロくらいだ。見た目は胸幅と肩幅があり、お尻が締まっているライオンのようなプロポーション。口の周りなどブルドッグに似ていて、少し垂れ目な愛嬌のある顔だ。
身体能力は高く、筋肉質で力が強い。この見た目で、か弱いわけがない。フットブルは、アメリカ原産の犬種で、スタッフォードシャーブルテリアをベースに、アメリカで他の犬種と交配を繰り返し、アメリカンピットブルテリアが誕生したんだ。闘犬を目的に作られた犬種だが、1990年代に入り闘犬は全面的に禁止。その後も不法に闘犬が行われて、年間1500頭以上のアメリカンピットブルテリアが死亡したという悲しい歴史もある。かわいそう。少なくとも不法な闘犬によって死亡したピットブルは無用な犠牲だわ。ピットブルは、アメリカでは主に牧畜で牧羊犬や作業犬として重宝されて、家畜を大型動物から守ったり家畜を押さえつけたりと、人間の良きパートナーだった。その一方、犯罪組織が好んでピットブルを所有したり、管理不足により死亡事故が多発したりということが原因で、凶暴な犬というレッテルを貼られるようにもなった。確かにイメージとしては、悪の組織が番犬として飼っている感はあるわよね。三つ目はドゴアルヘンティーノだ。私はこの犬の名前を全く聞いたことがないんだけど、どこのお国の方？アルゼンチンの方だぜ。ドゴはスペイン語で闘犬用の犬であるブルタイプを指し、アルヘンティーノはアルゼンチンという意味だ。アルゼンチンのブルタイプの闘犬で、ドゴアルヘンティーノね。ドゴアルヘンティーノは日本では特定犬に指定され、イギリスでは危険犬種に指定されている。体高は約65センチ、体重は最大で45キロくらいの超大型犬。原産国はもちろんアルゼンチンだ。随分背が高いわね。ドゴアルヘンティーノは数少ない南米原産の犬で、闘犬としての利用もあったが、主にイノシシ狩りなどの猟犬として活躍してきた犬種だ。時にピューマと対峙するほど気質が強く勇猛果敢とされている。強さ自慢の比較対象がやばい。筋骨隆々の体つきで力が強く、嗅覚も非常に優れ、性格はプライドが高く攻撃的だが、訓練を積めば忠実で友好的な面を伸ばすことも可能だ。ドゴアルヘンティーノは、どの犬種がベースになったとかはあるの？スペインの闘犬種であるコルドバドッグがベースとなっているらしい。その犬種にイングリッシュポインターやら、ボクサーやら、グレートデインやら、ブルテリアやら、他にもいろいろ交配させた結果らしいので、どの犬の特徴がどれくらい残っているのかよくわからない。それって、雑種って言うんじゃ。品種の異なる純血種を人の手で交配し搾出された犬たちを、雑種犬と区別するためにミックス犬と呼ぶんだ。人工的に意図して犬種を混ぜたものをミックス犬、犬同士で大自然の営みの中で人知れず交配したのが雑種ね。そういうことだ。有名なミックス犬だとチワワとダックスフンドを掛け合わせたチワックス、マルチーズとプードルを掛け合わせたマルプーなどがよく知られているな。四つ目は、ブラジリアンガードドッグだ。名前から察するにブラジル産の警備用の犬ってことかしら？その通り、ブラジル原産のこの犬種は、もともと、番犬や牧羊犬として活躍していたんだ。その強靭な体格を生かして、逃げた奴隷を捕まえる役割も担っていたこともある。対人間用生物兵器ね。物騒な言い方をするんじゃない。別にブラジリアンガードドッグだって、好んで人間を捕まえていたわけじゃないんだから。ブラジリアンガードドッグは、ブラジリアンマスティフとも呼ばれ、ポルトガル語で、フィラブラジレイロとも呼ばれる。ちなみにフィラはポルトガル語の確保するに由来するんだ。まるまるマスティフって、さっきの土佐犬もそうだったけど、やっぱり顔は似てるのね。体高は約70センチ、体重は最大で50キロ以上まで成長するかなりの大型犬だ。やっぱりでかいわね。じゃれつかれただけで吹っ飛ばされそうだわ。この犬は、16世紀頃、南アメリカに進出したスペイン人やポルトガル人が連れてきたマスティフ系の犬を祖先とする。追跡能力や攻撃性を求めて、ブラッドハウンドやオールドイングリッシュブルドッグなどを交配して搾出されたんだ。他にはどんな特徴があるの？この犬種は嗅覚が非常に優れていて、警戒心も強く、自分以外の生物には容易に近づかせないんだ。熊やイノシシなどの凶暴な動物にも果敢に攻撃を仕掛けるほどだ。一方で家族に対しては忠実で優しい。黙って座ってたら、頼もしい感はすごいあるわね。実は、その凶暴な性格が原因で人間に被害を与えることも多く、日本でも特定犬種に指定され、海外でもイギリスなどでは飼育や輸入を制限している。でも、その優れた能力を警察犬として活用する例も増えているんだ。ペットとしてはどうなの？確かに、能力は高いが、愛玩目的やペットとしての飼育は難しいだろうな。特に初心者にはおすすめしない。最後はロットワイラーだ。愛称はロッティ。あれ？今までの中で一番可愛くない？愛称まであるなんて、推し犬ね。この子なら飼ってもいいわ。ロットワイラーは旧称はロットワイラーメッツガーフンドといい、メッツガーフンドは屠殺人の犬という意味だ。おや？不穏な雰囲気。ドイツのバーデンブリュルテンベルク州のロットバイル地方原産の犬種で、イメージが悪いから現在は単にロットワイラーと呼ばれているんだ。なんで屠殺人の犬なんて名前がついていたの？ロットワイラーの先祖は、紀元前にローマ人がもたらしたモロシア犬だ。
モロシア犬はもともと番犬として使われていたが、その能力を活かして牧牛犬として改良され、ロットワイラーが誕生した。牧場の牧牛犬から牛の屠殺人が飼っているというイメージに繋がったのね。牛を移動させる際には、牛のリーダーを軽く攻撃して移動させる方法を用いていた。可愛い顔して、結構強い。ロットワイラーは牧牛犬だけでなく、財産を守る警備犬としても活躍した。特に、牛の売買で得た大金を首輪につけておくことで、その財産を守っていたんだ。そのため、生きた金庫としても重宝された。私も生きた金庫なんて呼ばれたいわ。19世紀には牧牛犬としての仕事が機械化により減少したが、ガードドッグとしての役割は続いた。1910年には軍用犬及び警察犬としても認められ、活躍の場を移していくことになる。大きさはどのくらいなの？体高は約65センチ前後、体重は最大で59キロ程度の大型犬だ。筋肉質で骨太な体格が特徴で、太く短いマズルと強靭な顎を持っている。耳は垂れ耳、尾は通常先細りの垂れ尾だ。思ってたよりでかい、もっと小さめの可愛らしいサイズを想像してたわ。実際、ロットワイラーは飼育犬、ペット、小ドッグとして世界中で人気があり、広く飼育されているぜ。そうなんだ。でも今回のテーマからだとこの子も危険があるってこと？ロットワイラーは日本では特定犬に指定されていて、2009年に死亡事故も起きている。痛ましいわね。米国疾病対策センター CDC の調査によると、1979年から1998年の20年間で238件の犬による人間死亡事故があり、ピットブル1位66件に次、ロットワイラーは39件で2位だった。人間死亡事故 2位？ いやいや、やばいやばい、やっぱり飼うのは考え直すわ。というわけで、世界で飼育が禁止されている犬5000、と題して日本でも取り扱い注意なワンちゃんを解説したぜ。どの犬も飼うには慎重に考えた方がいいわね。飼い犬が起こした事故は飼い主の責任となる。道義上だけでなく、法的にも損害賠償責任が発生するから、無責任な飼い方はできないぜ。物損で済めばお金でどうにかなるけど、誰かに怪我させたり、ましてや死亡事故となると飼い主も人生かけての償いになりかねないわ。ただ今回紹介した犬たちは適切な環境と適切な飼育方法できちんと管理すれば、忠誠心の厚い頼りになるワンちゃんたちでもあるんだ。現在の飼い主たちの多くはそれらを守り愛情を持って飼っているから過度な偏見は持たないようにな。そうね。霊夢も犬を飼いたくなっても犬種選びは慎重にな。無理せず最後まで責任持って飼育できる種類にしてくれよ。曇りなき眼で見定め、決めるわ。もの、け姫ごっこ、まだ続いてたんか。まあとにかく、曇りなきそれで、あれしてくれ。さて、今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。もし面白ければチャンネル登録と高評価、そしてコメントもじゃんじゃん書いてくれると嬉しいんだぜ。また次回をお楽しみに。バイバイ。